春風亭小朝三月六日台は落語家。本名、花岡博之。俳優屋敷者としても活動する。東京都北区出身。東京電気大学高等学校卒業。一般社団法人落語協会所属。芸能事務所、春道を経営して、自らのマネジメントを行っている。以前は、オフィステルテルに所属していた。出囃子、騒ぎ。 キャッチフレーズ、横丁の若様。元妻はシンガーソングライターの安葉。1955年3月6日、作家の花岡太郎の息子として東京都北区に生まれた。少年期から落語の天才と呼ばれ、中学1年の時、素人寄せで桂文楽から褒められた。素人寄せでは5週に渡り勝ち抜き、チャンピオンの座を獲得した。 1970年4月、5代目春風亭隆朝に入門し、春風亭朝太郎に次ぐ2番弟子となった。当初は、小朝という前座名を名付けられたが、後に、小朝と改名した。昼間は、東京電機大学高等学校に通いながら、前座生活を送った。1976年7月に2つ目昇進。新進気鋭の若手落語家として、 マスメディアで注目を浴び始めるようになり、1978年には、第7回 NHK 新人落語コンクールで、最優秀賞を受賞した。1980年5月に25歳で新内に、昇進した。36人抜きの抜擢新内であり、抜いた先輩の中には、兄弟子の一長をはじめ、師匠、柳朝の弟,弟弟子である林役三、林家久蔵。 林やし蔵らも含まれていた。富士テレビのザ・漫才や俺たちひ金属では、明石やさんまとのコンビで漫才を披露したこともある。表金属の姉妹番組、笑ってる場合ですよ。では1982年まで木曜レギュラーを務めた。1984年には文化庁芸術祭優秀賞を、1986年には、 芸術選奨新人賞をそれぞれ受賞した。1988年、初代、林家三平の次女である安葉と結婚する。落語家やタレントとしてのみならず、俳優としても活動し、テレビ朝日の時代劇、三匹が切る。では、1995年まで、つばめ神奈役でレギュラー出演した。1990年10月、 銀座白品館劇場で30日間にわたる連続公演を成功させる。1996年には浅草芸能大賞大賞を受賞した。1994年4月に放送を開始した NHK 総合テレビのバラエティ番組、ふるさとゆかいて怖さが参りましたの司会を担当し、全国の中高年層からも支持を得るようになる。 1997年10月11日、落語家として初めて日本武道館で独演会を開催し、超満員の観客を前に大作二席を公演した。舞台演劇にも進出し、2001年4月に日生劇場連続公演で山田鈴と共演したほか、2003年6月には新宿駒劇場で上演された恋や恋浮かれ死神で、 落語家史上初となる座長講演を行った。2002年に落語協会理事に就任し、2006年まで理事を務めた。2003年には落語界の社用化を売れる賛同者と共に、6人の会を結成し、落語家としての活動を長らく休止していた小福亭鶴瓶を講座に復帰させた。2007年11月、安波と共に金病風の前で、 離婚会見を行った。2015年、芸術戦勝文部科学大臣賞を受賞する。2020年、春の叙勲で、四重法章受賞。指定や一門としての関係ではないが、八代目、林家正造と九代目、林家正造とは深いつながりがある。師匠の柳朝は、彦六の僧侶弟子で、小朝は、彦六の孫弟子であり、彦六の存命中に、 真打ちになった唯一の孫弟子である。怖さは、彦六の弟子である、林家菊王とも関係が深く、2007年9月の菊王、木急増ダブル襲名会見に同席したほか、2014年7月には、高頭岩のため休養した菊王の状態をブログで伝えた。元妻の安葉は、初代、林家三平の次女であり、9代目、林家昭蔵と二代目、 林や三平は、小朝と安葉の結婚時代は議定であった。安葉との離婚後も小朝は九代目正蔵、二代目三平の後見人を務めている。小武平の正蔵襲名と、伊平の三平襲名には、小朝と安葉が尽力しており、小朝は離婚会見で、これからも、三平襲名に向けて彼女と力を合わせて頑張るとの、趣旨の発言を残している。また、9代目、 小像の長男の林家玉平が落語家になるきっかけの一つを作ったのも怖さである。怖さと九代目小像はいずれも TBS ラジオの若者向けワイド番組でパーソナリティを務めていたという共通点もあり、怖さは新内昇進前後に夜は友達で九代目小像はくるくるダイヤルザゴリラでそれぞれパーソナリティを担当していた。 2005年4月3日、MBS ヤングタウンが、MBS の東京スタジオから生放送された際には9代目、肖像らと共に出演し、9代目、肖像のモノマネを披露して、爆笑を誘った。現在でも、講座で、肖像襲名前の小部兵と、襲名後の肖像の変化を真似することがある。真打ちに爪色物。ありがとうございます。